皆さんこんにちは、丸川です。今回はアシェットのヴァルキリーの続きをやっていきますよ。今週はこちら。第125。前回、前々回と連装ビーム砲を作りましたね。今週はこちらを作っていきます。はい、ビーム砲の土台部分ですね。いよいよビーム砲も完成間近。ということで、今週も始めていきましょう。はい、それでは今週も始めていきましょう。週刊ヴァルキリーを作ろう。今週は第125ということで、連装ビーム砲の土台部分に、ビーム砲を取り付けていきます。まずは前回作ったビーム砲に砲身を取り付けていきます。砲身を取り付けるときは、配線を挟まないように注意しましょう。砲身を取り付けるとこんな感じ。そうしたらビーム砲に砲身を差し込んでいきます。一応ここは接着の指示ですが、結構きついので、私はそのまま行っちゃいます。砲身を取り付けたら、こちらのアームを作りましょう。はい、できました。次にこちらの土台部分にビーム砲を取り付けていきます。まずは配線を通して。裏側からネジで固定しましょう。同じようにもう一つのビーム砲も取り付けます。はい、ビーム砲がつきましたね。そうしたら、先ほど作ったアームを取り付けます。ビーム砲の裏側に切り欠きがあるので、アームの突起と合わせて差し込んでいきます。はい、こんな感じですね。最後に土台の裏側をネジで固定していきます。取り付けるときは配線を挟まないように注意しましょう。はい、これでビーム砲の出来上がり。かなり大きいですね、大迫力です。ということで、今回はここまで。さていかがだったでしょうか。今回の週刊ヴァルキリーを作ろう。今回はストライクパックの象徴的な武器、ビーム砲を組み立てました。びっくりサイズのビーム砲ですよね。そして次回はこちら。ヴァルキリーとの接続パネルと配線。ということは、ファストパックができちゃうのかな?ヴァルキリーに乗せるのが楽しみですね。ということで残り35、ぜひ来週も見に来てくれると嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。